皆さんこんにちは、土井講習です。今日は第1種、第2種、第3種と分類されている高野切の書風の違いについて比較していきたいと思います。仮名書道を勉強する際、最もオーソドックスな方法は、そう、個室の臨書です。皆さんもいろいろとお勉強されていることと思います。数ある個室の中で最も多くの人が臨書されていると思われるもの、それが古今和歌集を書いた高野切という個室です。高野切は現存する古今和歌集のもののうち最も古いものと言われています。さて、ここに高野切の3枚の単巻があります。さあ、ちょっと見てくださいね。これです。さあ、これは紙の大きさも字の大きさも同じぐらいですよね。さあ、これは一人の人が書いたんでしょうか、それとも違う人が書いたんでしょうか。どうだと思いますか。よく見てください。これは3人の能書によって寄り合い書きされた。寄り合い書きというのは分担書写っていうふうに言った方がね、分かりやすいですかね。そうされた古今和歌集の写本なんです。さあ、では改めて段巻を見てみましょう。こちらが第一種と呼ばれているものです。次にこちらが第二種と呼ばれているものです。さあ、こちらが第三種と呼ばれているものです。さあ、違いが分かりますか。一緒じゃんっていうのが本音ですよね。そうだと思います。でもいろいろな仮名の本を見ると、一種系の個室、二種系の個室、三種系の個室なんて言ってね、なんか分類方法になっていたりして、やっぱり違いがあるみたいなんです。では今日はその仮名の個室の分類にも使われる高野切3種を1種ずつ、1、2、3種ずつね、どんな特徴があるのかということを実際に書きながらご説明していきたいと思います。はい、では高野切第1種の巻頭部分のところね、まず書いてみたいと思います。ここに書かれているのは古今和歌集第1番歌、春の歌の上、年のうちに春は気にけり人とせよ、こぞとは言わん今年とは言わんね、そういった歌です。有原の元方という方が読んだ歌なのですが、年内だというのにもう春がやってきたよ、過ぎ去ったこの1年を去年と呼んだものだろうか、それとも正月が来るまでは今年と呼ぶべきだろうか、ね、なんかよくわかんないですよね。これ陰暦のうるう年で1年のうちに同じ月が2回あったんです。そういうことがね、2年に1度くらいあるんですよ。さあ、最初にね、有原の元方、名前を書いていきます。一種の書き方としては、力の入れ具合がどれも均等な感じ。ね、仮名の初心者の方がね、書いていくにはふさわしいものなんじゃないかなと思います。この高野切第一種の分類方法では、大事和漢漏洩集切や深層秘書などと同質というふうに言われています。さあ、これね、優美と言うしかない書きぶりであるとかね、伸びの良い書き方とかっていうふうに言われるんですけれども、まあちょっと難しいなって、ね、思う人も結構いるんじゃないかなと思います、ね、何が難しいって、どこに力を入れていいのかがわからないというところじゃないかなと思うんです。どうも私がいつもやっている赤土本古今和歌集なんかは、ここに力を入れるんだよっていうね、骨法を
意識して書くのですが、こちらの高野切れ、どこに力を入れているっていうのをね、前面に押し出さない、内に秘めるという傾向があります。だからとても難しいね、そんな風に感じる。でもどの人が見ても、どんな人が見ても、ああ、これはかなねってね、思われるものなんですね。筆の持ち方としては、こうね、できるだけ直筆で書いています。こうやって寝させないで、側筆にならないように、こうできるだけ直筆でくる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 ね、書いていくという書き方をしています。一種は あまり長い連綿がありません。これはこういうふうな不行法を使うといっぱいこう連綿っていうのはできやすいんですけれども、直筆にすることによってそこまでね続くことができないという理由があるからだと思います。で、直筆で書くので太細の差っていうのがそこまで出ないんですね。どんなに太くしようと思ったとしても、まあ、真っすぐしているので、この筆の先の、まあ、線がねそこまで太くならないんです。だからぐわっとね広げようとか、ぐわっと細くしようというふうにね思わなくていいんじゃないかなと思います。今書いているところ、墨がねついたところっていうのはできるだけゆったりと丁寧に書きます。で、だん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 墨がなくなって枯れていきますよね。で、枯れていったところっていうのは筆先をねしっかりと立てて立てて、注意深くゆっくりと書くことをおすすめします。このね、春とか書いてるところもなかなかゆっくりだなーっていう風にね思われた方も多いと思うんですけれども、ゆっくりゆっくり丁寧に丁寧に書いている、どちらかというと神経質な人だったんじゃないかなという風にね思います。よく周りのねこう景色を見ながら書いていく、それをね意識してもらえたらいいんじゃないかなと思います。つるっつるっつるっね書きたくなるんです。だってあんまり特徴らしい特徴がないので、こうつるっつるっとね書きようによっては書けるんですよ。でもゆっくりゆっくり周りを見ながら書く、ね、そこが上手に書けるポイントです。今の書きぶりも何度も何度も筆のね線を離して書いていますけれども、どこに筆を置くのかなっていうこともね意識して考えながら書いていきましょう。さあ、もうちょっとで出てくるんですけどね、この「けりひと」ってこうつながってますよね。ね、その次のところの「ひと」っていう字、これパッと見てこれ人って読めますかね。ひの最終角と、とという字の最初のね角がね一緒になってるの分かりますか。くっついちゃってるね。連綿ともまた違う、こうくっついて一つの塊になってますよね。これこの第一種にすごくあるなと思うんですけれども、一つの名詞としてのね塊を意識している、言葉の意味や内容っていうものをとても考えながら配慮して書いた書き方なんじゃないかなというふうに思います。
私が高校で授業を持っていた生徒の中で結構外国籍の子とかいたんですけれども、その子たちにこのかなの授業をやると、なんか連綿のことを筆記体と似てるっていう風に言ってくれる子がとても多かったんですね。で、最初そんなこと思ったこともなかったので、ああ確かにそうねなんていう話をしたんですけれども、特にこの人っていう文字なんかは英語で書く筆記体とかでも一つの文字を同じようにつなげますよね。それと似ていて、とても親近感が湧くわみたいな感じでね、言われたことがあります。さあ今ね、こぞとやのこぞっていうところでね、墨をちょっとつけました。でね、その下のところなんですけど、こぞとや言わん、今年とやいやん、ね、いまんというふうに書くんですけれども、こぞというのと今年っていうね、なんかかかってますよね。この対になっている部分っていうので墨をつける、ね、これはすごく近いですから、文字としてはとても近いですから、もう一回つけるにはちょっともっと墨が続くんじゃないのっていうふうにね、思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、先ほど言った言葉の意味や内容を考えながら配慮して書かれたこの一首、高野切れ一首ですので、ここのところ近いですけれども、墨をわざとにつけてるんじゃないかなと思います、ね、墨がなかったからつける、かすれたからつけるだけではなくって、そういう墨のつけ方っていうのもあるんですね。そういったことも思いながら書いてもらえたらいいんじゃないかなと思います。続きまして、高野切れ第2首に行きたいと思います。高野切れ第2首、始まりました。252番歌、切り立ちて狩りぞなくなる片岡の明日の腹はもみじしぬらんという歌です。空には霧が立ち込めて狩りの鳴き声が聞こえてくる。今頃は片岡の明日の原、ね、この明日の原っていうのは奈良県の丘陵地帯のことです。ここの木々はきれいに紅葉していることであろうという歌です。さあこの大知らずのね、いいという字の今書いているところですよ。ここ側筆使ったの分かりましたか？先ほどの高野切れ第一首は筆の筆感をしっかりと立てましょうというふうに言いました。それに対してこちらは不行法というのをこういうふうにね、揺さぶるんです。不行法を使っています。なので側筆カポーンとね、太くなったりとかっていうのがあったんですね。この側筆が上手に使えるようになると、高野切れ第2首のポイントはもうね、結構マスターしたっていうことになります。高野切れ第2首は桂宮本万葉集や関戸本和漢漏洩集などと同系統だというふうに言われています。
このね、赤土本古今和歌集じゃないんですよ。私のよく言う赤土本ではなくて、和漢老栄集の方です。あまり太さの差っていうのがないところも多いんですけれども、たまにカポンとね開くところがある、そんな感じの書じゃないかなと思います。ゆっくりゆっくり手応えをね感じながら、クッ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 クってね書きながら書くといいかなと思います。ツル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 書くというよりは、この高野切れ第2集に関してはゆっくりゆっくり書いていった方が似るんじゃないかなと思います。墨がついたところっていうのは本来だったらブワーッとね太くなるものなんですけれども、この高野切れ第2集に関しては墨がついたところも枯れたところっていうのもね、あまり太さの差っていうのがないっていうところも特徴なんじゃないかなと思います。今のね読み人知らずのここでググッと上がって、ここはカポンとね開いてますよね。でもカポンと開くといってもそこまで太さの差はないかなと思います。さあ2行目に行きました。さあこの木という字見てください。木という字だけをクローズアップしてみると、ちょっとおかしな形をしてますよね。初めて仮名を勉強される方がこれを見たら、へえ、こんなになんかお尻クッと上がってるような感じとか、こんなに横に揺さぶったりとかしていいのかしなってね、不安になっちゃうような文字なんじゃないかなと思います。隣の行のあとかもね、なんだかとっても変わった形をしていますよね。この高野切れ第2種にはこういった字がね傾いているものが多いんです。で、傾きながらも行を立てていくっていうね、すごいものだなというふうに思うんですけれども、行の中心線を通すための連綿技法みたいですね。なので怖がらずに、あ、ここはこんな風になってるなってね、ご自分で気がついたところがあれば、そこをぜひ誇張したような感じで書いていくといいかと思います。さあ今カーリーのところは右にググッとググッと上がってますよね。この右にググッと上がるっていうね、送り出す力が強いというのも高野切れ第2種のポイントになってくるかなと思います。怖がらずに右にググッと上がってみてください。さてこの高野切れ第2種で、なんだかちょっと違うなというところにね気がつかれた方もいらっしゃると思うんですけれども、本来でしたら金の線というのは中心線がね、左の上の方から右の下の方にぐーっと流れていくっていうのが基本なんです。でもこの高野切れ第2種に関してはやや若干なんですけれども、左の下の方にぐーっとね流れていく、ギリギリのラインで流れていっている、そういったところがね特徴になってくるんじゃないかなと思います。ぜひそういったところも注意して書かれてみてはいかがでしょうか。
最後に高野切れ第3種を臨書していきたいと思います。さあ最後です。高野切れ第3種1065番歌です。大江の千里で白雪の共に我が身は降り濡れど心は消えぬものにぞありけるというふうに書いてあります。白雪が降るのと一緒に私の身は年を重ねましたが、私の心は雪が消えても簡単には消えないものでしたよという歌です。白雪が降るという降るという文字と年を重ねるという意味の降るという言葉が掛け言葉になってたんですね。身は人から見捨てられても心の方はそのまま残したいという歌が前から2種続いている、そういった場所です。さてこの高野切れ第3種は伊予切れ和漢老栄種蓬莱切れなんかと同系統だというふうに言われています。さあ今白雪の死という字書いてるんですけども、これどう見ても一本の棒ですよね。死なの？こんなに省略しちゃっていいの？っていうふうにね、思われると思います。この高野切れ第三種は、仮名のお手本中のお手本というふうに言われますが、字形がとっても端正で、複雑な線は使用していないんです。ね、だからこそね、こんなにもうこれ以上は崩せないよっていうような字形になっているんじゃないかなと思います。そして本来は右の行を見て左の行を書いていく、前の行が大事、前の行を見ながら書くっていうのがね、仮名の基本だというふうにいろいろなところでお話ししましたが、この高野切れ第三種の方っていうのはあまり前とか隣とかをね意識せずに思うがままにね書いている人なんですね。なので隣との文字の空間っていうのは行間っていうのはね窮屈になっているところや、なんだかとっても広いわっていうところがたくさんあるんです、ね、この人は速度をとても大切にしました。つる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 文字の意味とか内容とかっていうよりも、もう書きぶり、ここでこうツルツルっと書きたいっていうところにウエイトを置いているっていうことですね。で本来臨書する時というのは先ほど書いていたようにゆっくりゆっくり書くっていうのが基本です。私の他の動画でもゆっくりと書いています。でこの前高野切れ第三種を書いているところをお見せしたのをご覧になった方もいらっしゃると思うんですけれども、それと比べてなんか今日とっても早いじゃないのっていうふうにね思われた方もいらっしゃると思います。今日は伊輪と競輪というね2つの臨書方法があるんですけれども、伊輪というのにウエイトを置いて書きました。この人の速さスピード感っていうのをね意識して書いています。なので本来ご自分で臨書される場合はゆっくりと競輪を意識して書かれた方がいいと思いますよ。今日はこの高野切れ第1種2種3種の違いについてね皆さんにお伝えしたかったので少々早く書いております。
書き終わりました。いかがでしたか？高野切れ第1種、第2種、第3種は力量も同じ程度の同時代の筆者によって書かれています。だから基本的な書きぶりは同じなんですね。でも実際に書いてみてどうでしたか？さあ、高野切れ第1種はそう、端正な書きぶりでしたよね。端正で内容を意識して書かれていましたよね。なので墨のつき方、継ぎ方っていうのが特徴ありましたよね。ここをつけたいんだっていうところにね、墨をつけている、内容を読んでるからですね。そんなところがありました。さて、高野切れ第2種はそう、持ち方が違いましたよね。筆の持ち方、直筆ではなくて側筆を使うんでしたよね。だからこの字の揺さぶりっていうのが特徴でした。そして行が本来だったらね、こう流れていくのは右なのに、ちょっとね、左に流れていくっていう特徴があるのが高野切れ第2種でした。最後に第3種。第3種は仮名の、もう練習するには絶対にこれは必要よっていうふうに言われますけれども、一つ一つの文字が本当に省略されすぎているような感じでしたよね。で、あと一番はスピード感、ツル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 書いていたんだよなんていうことを言ったかと思います。一つの古典を決めて、その古典を極めることもとても大切なことです。でも他の個室のことを知ることによって、普段やっている個室のことがもっともっと分かるようになると思います。ぜひ違う個室にも目を向けてみてくださいね。そしてこういった特徴を踏まえた上で展覧会に行ってみてください。そしたら、あ、この方は高野切れ第一種を勉強されているのね、あの方は高野切れ第二種を勉強されているんだわ、なんていうことが分かるようになるかもしれません。そしたら楽しいですよね。書の見方も変わってくると思います。ぜひそんな目を養うためにも、この違いをご自分の手で書いて実感してみてください。書道の先生土井講習のチャンネルでは、高野切れ、関戸本古今和歌集、蓬莱切れなど様々な仮名の個室についてお勉強しています。漢字の方も、仮名を勉強されている方も、ぜひチャンネル登録して一緒にお勉強していきましょうね。